て、なんか今どういう気持ちって言われても分かんないぐらいの、なんかどういう気持ちなのか分かんない。なんかそのまあのブログを読んで、こう私もまーちゃんのその卒業を聞いた時に、一番につんくさんの22歳が勝負って言葉が頭に浮かんでたから、それをまーちゃんのブログを読んだことによって、あ、まーちゃんはまーちゃんなりにこうやって解釈したんだと思って、それがすごくかっ、全カットでお願いします。私もあの佐藤さんの卒業聞いた時に、あ、寂しいけど、うん、寂しいけど、うん、さっき12期の時はこらえたんだけどね、寂しかったんですけど、うん、でもなんか寂しいっていうよりも、なんか佐藤さんがこのなんていうんだろうな、楽しいって思ってもらいたいと思ったし、なんかなんていうんだろうな、モーニングと一緒にいて、うん、やっぱりマリア佐藤さんが学園にいたら楽しいし、うん、コンサートとかもかっこいいのすごい好きだから、なんか佐藤さんがもうそういう気持ちもっとたくさんなってほしいなって、今ももちろんなってくれてると思うけど、うん、とあとは佐藤さんにそうやって言ったんですよ、うん、嬉しいこと、楽しいこといっぱいなるように頑張るなって、うん、いっぱいなるように、うん、マリア頑張りますって送ったら、まさきはマキの次に頑張るねって言ってくれて、うん、だからその言葉も聞いて絶対頑張ろうって思いました。あれどうした、泣いちゃった。はい、大丈夫です。言いたいことはないの？寂しいです。シンプルに、うん、天に召されるわけじゃない。大丈夫よ、春菜も卒業してる一味だから。